表意文字とは、意味を形に置き換えて表した文字の集まり。文字の一つ一つに意味があるため、表意文字では、ある文字を一つ見るだけで伝えたいことが理解できる。アラビア数字、その他の数学記号は、代表的な表意文字である。アンドは本来は、ラテン語の胃のことであるが、英語の&、ドイツ語のうんとなど、違う言語の同じ意味の言葉を表す文字となっており、現代では、 表意文字と言える。表意文字は、一つ一つの文字が意味を表すが、必ずしも、言語の発音を表してはいない。そのため、表意文字で書かれた文章を、異なる言語を用いるものが、それぞれの言語で読むこともできる。前述の数字や数学記号はその典型であって、1プラス1イコール2は、日本語で1たす1はに、英語で1プラス1イコールズ2と読める。 対義語として、表音文字がある。一つの文字で音素、または音節を表す、文字体系のことである。表音文字は、表意文字から発展し、文字の意味を無視して発音のみを利用したのが、その発祥であったとされる。漢字も、日本語の書記に使用される場合においては、表意文字と呼ばれる。しかし漢字は中国語の初期においては、 文字の一つ一つが意味のみを表すのではなく、言語の語や形態素を表し、その結果、語や形態素の発音も表していることから、表意文字と呼ぶのは必ずしも適切ではない。文字体系の分類では、漢字は中国語の初期において使用されるときには、表語文字と呼ばれる。 表意文字のうち、言語との結びつきがないが意味を表す図像を特に、絵文字と呼ぶこともあり、顔文字も、この一種である。また古代アメリカのマヤ文字も、表意文字とされ、漢字と金文字からなる、日本語と同様、表意と表音の組み合わせから成立する。ありがとうございます。